あ私に何か用かってお前こんなとこで何やってんだつか何だそのチャラチャラした格好死ぬほど似合ってねえんだけどおい逃げんなよ久々に会ったんだしさそこでお茶でもしていこうぜなまさかお前から誘ったのに断るなんてことしねえよな ねなんであんなとこでナンパしてたか訳を聞かせてもらおうか友達に誘われてちょうど自分も可愛い女の子と付き合いたいと思ってたところだったからってお前、バカあんなクソキモい声のかけ方で本気で女が釣れると思ったのかよどこがキモいんだって全部だよ全部。 あんな声のかけ方とか見た目とかでナンパ初心者って一発でわかるぞ陰キャ童貞が無理してるか丸だしそんなんじゃ誰も乗ってこねえよん <laughs> なことくらいで落ち込むなボーケーただの事実だろうがまあそんなことはどうでもよくて本題はこっからお前何で私に黙って都会に出てきた私 お前が地元の大学に進学するって信じて疑わなかったのに一応幼なじみなんだからさ一声くらいかけるとこあったろうよ地元の人間関係にうんざりしてたから都会に出てきたってなんだよそれそれって私のこともうとましく思ってたってことかくだらないことでいちいち噛みつかれるのも嫌だったって <laughs> そうかよお前は私のことそんなふうに思ってたんだなおい待てよ食事代は私が全部出す奢ってやれっつったんだよ聞こえてねえのかボケなすがお前今から私ん家に来いつべこべ文句たれんじゃねえ今この場で閉めてやろうか決まりな 逃げたら承知しねえぞおいそこのカーテン閉めろこんなもんかシャワーはいらねえよな昼間だしん何する気だってそれ女の口から言わせんのか <laughs> 拒否んなよつかてめえに拒否する権利はねえお前は私の心を傷つけただから 今からお前にはその償いをしてもらう今までのツケは体でしっかり払ってもらうからな今さら謝ったって遅えよお前は私を捨てて他の女を拾おうとした絶対許せねえそうだよ私はお前のことが好きだったずっと昔からな確かに 素直になれなれかった私も悪いけどなこれでも少なくともお互い幼なじみでいい関係でいられると思ってたけどそう思ってたのは私だけだったんだななんかバカみてえじゃんあそうだな告白するなんて今さらだよな だから今から分からせてやるんだお前の体になうるせえお前みたいな陰キャラが生きってナンパしたら痛い目見るってことを教えてやる諦めろお前じゃ力で私に勝てないこれでも一応形はいい方なんだぜほらこうしてみりゃ分かんだろ <laughs> 体は正直みてぇだな <laughs> じゃあまあ、追っ始めるとすっかお前が誰のもんかその貧相な体にしっかり刻み込んでやるよ